製トヨタからセリカを借りてきたのがモモケン。マシンはマフラーのみ交換したドノーマル仕様。滑っちゃって大変、もう全然ダメ。このスターティングゲートから計測が開始される。一方モモケン号、コースに全くギアが合わず四苦八苦。一方こちらはコース上部までやってきたモモケンセリカ。曇ってんだから窓開ければいいじゃんというところまで気が回らないモモケンでした。最後まで走り切ってセリカは無事。トヨタさん、よかったっす。こりゃ大変です。